往風着陸とは、航空機の着陸に際して、滑走路センターラインに対して直行する成分が無視、できない風向き状態での操縦操作である。航空機は、通常、方向安定性があり、横風を受けると、風上方向に機種が向く傾向を持つ。このため往風中での着陸時には、滑走路センターラインに対して、機体中心線が平行にはならないが、 高着装置はそれに耐えられるように設計されているので特に問題とはならない。このため、大別して大型旅客機ではクラブ着陸となるが小型機では補助翼操作によるスリップを利用したサイドスリップ着陸の2種類の操作による着陸が多くの場合に行われる。風上に機種を向けた状態。滑走路の向きと飛行機の向きに 注意滑走路センターラインに延長線上から侵入し、欧風に対して流されないように風上方向へ機首を向けて飛行する。この時両翼は水平に保つ。機体は地面に対してあたかもカニのように斜め前方に進むことから、この操作をクラブを取るという。機体が滑走路に対して斜めのままで設置することを前提としている大型旅客機では、 主脚やタイヤはそれに耐えられる設計となっているので、設置寸前に機体が滑走路センターラインと平行となる、要操作する、デクラブは奨励されない。デクラブを行うタイミングが早すぎると、設置するまでの間に横風を受けて、滑走路センターラインの風下側に流されてしまう。かといって、遅すぎると、クラブ状態のまま設置してしまうが、 光着装置はそれに耐えられる設計となっているので、サイドスリップ着陸は小型機のみで行われるテクニックである。補助翼操作により機体をバンクさせるとスリップが発生し横滑りする。風上側にバンクさせれば、これにより横滑りしようとする力と風による反対方向への成分が拮抗し、機体の向きが滑走路センターラインと一致し、 かつ風下に流されない状態となる。ただし、この場合、機体がバンクしているので、先に片側車輪が設置し、ついで反対側の車輪が設置することとなる。これを、スリップ着陸、あるいは、風上側の翼を下げることから、ウィングローなどと呼ぶ。旅客機において、スリップ状態で、長い時間のアプローチを続けることは、乗客の快適性を考慮すると難しい。 このため、高度が高い間はクラブを取って侵入し、滑走路直前で風下側にラダーペダルを踏み、風上側に補助翼を傾けて、サイドスリップに移行するというのが一般的と誤解されているが、大型低翼機の場合、5度、内視6度以上のバンクを取ると主翼端やエンジンを設置させてしまう恐れがあるので、着陸時に機体を傾けることはご法度となっている。戦略爆撃機。 ボーイング B-52 は、公翼機であるが水平状態でも主翼端と地面の距離が少ないため、着陸時にほとんどバンクできない。従って、往復着陸対応のため、公着装置に操打機構を持ち、タイヤがいつでも滑走路に平行となるよう制御される。これにより、クラブ状態のままで設置することを可能としている。ありがとうございます。